アルプテ議員はガズナーサの建国者。サーマン朝のグラームの出身。アルプテ議員はサーマン朝の宮廷でこの絵兵を務め、アミール・アブド・アルマリーク一世のこの絵隊長に取り立てられた。アルプテ議員は宮廷で強い発言力を持ち、アブー・アリー・バル・アミーを最小の地位に推薦した。サーマン長に仕えていた時代のアルプテ議員が500の村。 100万頭の羊、馬、ラバラクダ10万頭、騎兵3万を所有し、国内各地の主要都市に、宮殿、庭園、ハンマーム、宿舎を持っていたことが、セルジューク町のニザームルムルクが表した、当地の書に記されている。アブドアルマリク一世は、アルプテ議員を宮廷に置くことを望まず、961年に、彼を、サーマン町の軍人の最高位である。 ホラーサーン地方の総督に任命した。同年にアブドアルマリク一世の弟であるマンスール一世がアミールに即位するが、アルプテ議員はマンスールの即位に反対したためホラーサーン総督の地位を解任された。バルフに進んだアルプテ議員はサーマーン長が派遣した討伐隊に勝利し、さらに南下してガズナに向かった。 カズナの支配者であるアブーアリーラウィークを追放して町を占領し独立した政権を立てた。独立後は外政に積極的な姿勢を示さず963年に没した。ありがとうございます。